締まりますね、はい、しますよ。ここあでお尻の筋肉って、はい、頭からこう神経が出てて、はい、お尻の疲れを腰の疲れとして頭が間違えてしまうこと結構多いんですね、はい、なのでしっかり緩めていきます。で私がわざわざ説明したってことは痛いよってことですから頑張ってください。あと痛くなるのって大体この辺が硬くなっちゃってることが多いんですね。はい、特にこいつ今回でもぐるぐる読めてきますね。では反対側行きますね。ちょっとはい、足まりますね。こうしますね。ここ。うわ、これ痛っ。ここ。痛っ。細かいところを緩めていきますよ。はい、よいしょ。ここ。よいしょ。よいしょ。うん、で、こちら側を上にして横向いて寝てください。なかったらちょっと顔隠しといてね。はい、で、足をこうしますね。お尻の筋肉ってここからここまでくっついてるんですよ。はい、なのでね、ここをしっかり刺激してあげると腰痛によく効くんですね。はいはい、で私がわざわざ説明したってことは、そう、頑張ってください。はい、では反対側向きましょうか。はい、反対、反対。すぐに動かない。すぐに動けないよね。はい。はい、起こしますよ。はい、ここちょっと、痛い。ちょっとストップで。ストップ。ストップ出た。ストップ。ちょっと。はい。いいですか？ああ、ちょっと痛い。ここは腰痛の原因。いや、ちょっとストップ。ストップ。
じゃあストップ来ましたね。ちょっと弱めましょうか。はい、お願いします。でもこれぐらい。はい、これが硬くなってるので、はい、走り終わった後になんか痛くなったりするの、はい、こいつの原因かもね。右の腰だったっけ、左の腰だったっけ。どっちも。どっちもですか。ちょっと、ここ痛っ。ちょっとストップ。痛い。ここだわ。腰痛の原因こいつですわ。はい。はい。はい。ここ。ストップ。どうしよう、無理。でもこいつ取っとかないと腰痛が取れない。はい、うん。どっちでもいい。あの抜かすんだったら僕どっちでもいいけど。ちょっと緩めで。緩めで。お願いします。だいぶ緩めなんだけどね。はい。はい、は下向きになって寝てください。はい、下向き、下向きいっぱい取りますね。はい。よいしょ。で、そうすると、ちょっと顔さ、もし取りますね。はい。そうすると、ほら、背中がなんか柔らかくなってもわかりません？めっちゃ柔らかくなる。はい、ということは、足の疲れが、背中の疲れとか腰痛に来てましたよっていうことがわかるわけですね。はい。